マンホールの蓋上山由紀2019年9月20日から、日本でラグビーワールドカップが始まります。アジアでラグビーワールドカップが開催されるのは初めてです。北は北海道から南は大分県まで、12都道府県のスタジアムで、 試合があります日本では野球やサッカーは人気のスポーツですがラグビーはあまり馴染みがありませんそのためスタジアムがある自治体では大会を盛り上げようといろいろな取り組みをしていますその一つがマンホールの蓋です マンホールの蓋にラグビーワールドカップのロゴマークや自治体のマスコットキャラクターをデザインして設置しています会場に向かう歩道から大会と自治体を PR しています実は日本にはマンホールカードというマンホールの蓋のコレクションカードがあります 下水道広報プラットフォームという団体が発行しているカードで下水道への理解や関心を深めてもらうために2016年に始まりましたカードの表面にマンホールの蓋の写真と設置位置を示すデータ裏面にデザインの由来と 地域の情報が書かれています蓋のデザインは有名な漫画のキャラクタープロ野球チームのキャラクターその土地の名所や名産品などいろいろあります。これまでに454自治体から539種類のカードが発行されています。 カードは無料ですが手に入れるためにはその自治体の配布場所に行かなければなりませんわざわざ出かけてカードを集めるカードをもらったら実際にあるマンホールを探しながら街を歩いてみるという楽しみ方があり最近とても人気があります 皆さんも日本を旅行するとき、マンホールカードを集めればその地域の新しい魅力を発見できるかもしれませんよ。